ちは。こんにちは。いてまいチャンネルです。よろしくお願いします。です。何すか今のジークンド。右手はジークンド。あの、ブルースリーとね。もうほんまにだんだんわけわからない。わけわからない気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。あの僕先週ちょっとあの光学メーカーのニコンに勤めてる、ニコンちょっとはい、あのもうそこそこ のポジションで仕事してるんですけど、うん、まあ飯食ってまして、はい、まあ光学メーカーって、まあ、今やっぱりなかなか一眼レフとかあの、はい、なんですかミラーレスとかあります、ね、まあ、そんなバカすかちょっと売れていく時代ではないみたいで、それは何ですかね、やっぱり高いと、まあ、スマートフォンがやっぱりこう荒れちゃいますから、一番はやっぱりスマホが性能が良くて、ね、良くなりましたね。いやそれはアンドロイドスマホとか、まあ、iPhone と僕も iPhone 使ってますけど、 iPhone11 とか12とかって言ったらもう何ですかあの、うん、レンズとか何個かついててね、結構なんか奥行きのある映像を撮れたりとか、動画もね、そうなんですよ、後で編集とかもね、いろんななんかこうエフェクトかけれたりとか、もうすごい進化してるので、なんですかこう一眼レフとかミラーレスカメラとなかなかこう差が出しにくいと、まあ、動画とかもスマホとかで気軽に撮れたりとかするので、うん、まあまあ、結構ねあのどこのメーカーも苦労してるみたいです、まあ、実際ねちょっとあの社外費なんで細かい話はもちろん、うん、あの聞けないですけど、はいはい、まあ、今はそこ頑張ってんねんみたいな話と、はい、まあ一つはとは言いながらもあの売れ筋商品がなんかあるらしくて、ほう、まあ、結構僕らもあのゴルフ好きやから行くんですけど、その時にあのニコンの距離測るやつ、こうなんかこうカメラみたいにこう覗き込んだら、うん、あのなんすかピンまでの距離測れるとか、うん、バンカーまでとか、うん、あのウォーターハザードってあの池までの距離が測れたりとかするやつがあるんですけど、結構正確 で、あれがねあのすごい売れ筋みたいなんですよ、うん、まあ、今までだったらあの一眼レフカメラとかやったら、はい、ああいうなんすか家電量販店とか、まあ、それこそヨドバシカメラとか、はい、ヤマダ電機とかですね、はい、エディオンとかあんなとこで結構売られてるケースが多いらしいんですけど、うん、その今まで売ってなかったところでそのゴルフショップとか、ああ、そういうとこでその距離測ったりするやつが結構売れてるみたいで、うん、なんかこうあのコロナとかでこのしんどい市場の中とかでも結構それが牽引してくれてて、うん、まあ、売り上げの多く支えてくれてんねみたいな話をちらっとしてるってことでね、まあ、言うても単純にその距離を測るだけのものらしいんですね、なんかすごいいろんな、 なんか機能がついてるとかじゃなくて本当にもう距離を測るだけのためのもの、はい、それがもう結構プレゼントとか、まあ、還暦とか古希のお祝いにお父さんに家族みんなからちょっといいものっていうのをプレゼントだったりとか、なるほど、あとゴルフコンペのなんていうか1位とか2位とかの、あの何ですか商品とかであのプレゼントされたりとかっていうので結構多いみたいで、はいはいはい、なんかそんな話を聞いて、まあ、そういうなんか単純な機能しかついてないようなものだけども結構売れるもんってあんねんなと思いながらちょっとその話聞いてたんですけど、まあ、あのそこから派生してちょっと多分ね林さんとかだったら、まあ、こういろんな先と接点を持ってるんでサービスとか、はい、商品とかで、うん、はい、こうなんですか、多機能じゃなくて結構短機能というか、うん、のものとかでこう売り上げガンガン伸ばしてるとか、うん、売れてる商品とかサービス、はいはい、結構たくさんご存知だと思うんで教えてもらえたかな。そうですね、はい、今結構広告すごいじゃないですか、うんうん、多いっていうかもう目にする機会がね、ああまあまあネットとかでもスマホとかでも、はい、街とか、まあ、いろんなところにも広告ってまああれでしょう、ありますよね、スマホを見る回数が増えたら、うんうん、当然広告を見る回数が増える、まあパソコンもしかり、うん、うん、で看板もね、今サイネージに変わって、はいはいはい、もうパンパン倍、そうですよね、その看板の代わりがね、張り替えないから、うんうん、すごいんですよ、一日に見せる広告が。ああ、そうですね、うん、まあ、時間によって変えてたりとかね、するんでしょうね。で、この前ね、ね、僕ちょっと東京出張行った時、はい、もう電車、山手線の電車もね、うん、もうほとんどツリーカーじゃないわけです、はいはい、もう小脇にカメモニターがあって、はいはい、ずっと宣伝流れテレビも流れてりゃ、はいはい、もうこれすごいなというぐらいになってるんですけど、あんだけまあ530倍、昔10年前に比べてって言われてますから、うん、あれですけど、あんだけ目にすると結局何一瞬にして何か入ってくるものってやっぱり人間限界あるじゃないですか、うんうん、機械進んでも、はい、だからあれやなという時代になってて、やっぱりストレートにさっき言うたはったようにニコンやったらその距離測るものとか、はい、なんか分かりやすいものじゃないと、はい、
こう気に留まりにくくなってるんですよね、うんうんうん、そういう意味では、昔日本に、まあ、今も旋風巻き起こしてるのかどうか分かんないですけど、はい、だいぶね日本メーカーを巻き返してきましたけど、はい、あの掃除機で、はい、ダイソン、あダイソンね、うちもありますわダイソン、はい、あれって機能的には大したものないじゃないですか、はい、なんかセンサーついてるとか、はいはい、ダニ殺しとか、はいね、やっぱありません、空気清浄するとかね、はいはいはい、そうじゃなくてただただ吸引力が強いっていう、ああなんか使ってても最後まで落ちへんのってねなんかね、はい、あれが売りなんですよ、はい、あれってシンプルじゃないですか、うん、要は掃除機ってゴミ吸うもんでしょっていう原点回帰してるわけじゃないですか、だから吸引力強くないと吸えないっすよみたいな、そうですよね、まあ要吸うてくれたら掃除も早く終わりますね、うん、ね、だそこに特化してるんで普通は白物家電ってあれイギリスでしたっけダイソンね、ダイソンイギリスでしたですかね、うん、はい、あんな入ってきたやつって多分あんま用ないんですよ、うん、日本のメーカーに淘汰されてたんです、はいはい、でもしくはLG とか、はい、韓国製品のちょっと安いニーズ商品と言われるところにやってたんですけど、はいはい、それがダイソンって売れたじゃないですか、はい、あれなんでかというとそのシンプルイズベストですよ、うんうん、やっぱり分かりやすいな、うん、宣伝もそんな宣伝ばっかりやったじゃないですか、はいはいはい、なんで強すぎんやみたいな、サイクロンなんとかやとか、うんうん、あれだってやっぱり特化すると原点回帰で、なるほど、もうまあそこにあの課題を持ってるあれなんでしょうね、うん、あの例えば奥様方であったりとか、うん、まあ土曜日日曜日の休みの日から掃除せえへんお父さんとかがこう、うん、あのやった時にだんだんこう前だったらゴミパックでしたっけ、うんうん、パック掃除機とかゴミが中にいっぱい入ってきたらもうだんだん吸わんようになってきて、うんうんうん、ね、もうあれまた捨てんのまあ大変めんどくさいなみたいながあったんが、もうパカッと蓋開けてゴミ箱にポコンってやったらゴミは捨てれるし、ゴミ溜まっても吸引力落ちへんからね、はいはい、や使いやすいですもんね、そうですね、うん、まあ、に本当にこう人っていっぱい出されたら迷うじゃないですか、迷いますね、どれがいいやろう、確かにその時にパーンとね、こう掃除機って一番そういうやつがいいんじゃないのって言われたら、うん、そうやんなって、うんうん、やっぱこれが一番ね、限定会議で分かりやすかった、うん、例えば、ま、てますもんね、今だから、うん、売れてますね、メーカーね、あれでもその売り方ですよね、まだ、うん、長いこと吸引力がっていう、ね、うんうん、あと我々の学生時代からの馴染みな、はい、吉野家ですよ。ああ吉野家ね、今でもたまに行きます、なんかあの味がこう恋しくなって、はい、もう吉野家で安い早いうまい、うまいっすよね、この3つずっと言ってましたよね、安いうまい早い、はいはい、でこれっていまだにずっと言ってるじゃないですか、はい、で牛丼なんですよね、はい、あのサイドメニューはねちょっと実はあれ反対もあったんですけど、 BSE の時にどうしてもね、はい、肉にこだわってサイドメニュー出さなきゃいけないって、ああ豚丼とかありましたね、存続さすのに、はい、だけど結局やっぱり牛丼屋、いやね、うん、ほんま吉野家の牛丼って肉柔らかいし、うん、あのなんかつゆがうまいですよね、うん、やっぱりあの汁だくとかね、はいはいはい、はい、言います、言ってる人多いですよね、 ああいうのありますけど、やっぱり吉野家もシンプルなんですよ、はい、うまい安い早いだけなんですよ、うん、であここでべちゃべちゃ喋るんじゃなくてもうパパッとかやろうっていう、すぐ出てきますもんね、そうですね、あのノリをずっと続けてるし、はい、ああいうシンプルなものって分かりやすいものが今逆に、この多い広告の中で、うん、要はみんな一生懸命アピってるわけじゃないですか、うん、うちがいいよ、うちがいいよ、うん、その中で目立とうと思うと一回分かりやすさを追求するっていうのが今求められてるんじゃないかなって思ってます、うんうん、まあ、ライバルが増えてもね、ね、広告ちょっと作ったり、はい、あのお仕事でさせてもらいますけど、今シンプルに一番この商品何が言いたいね、何が売りなんかなっていうのを訴えるようにしてます、ね、うんうん、で意外とねお客さん聞くとそれが答えられんかったりするんで、はい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 、いやあれもできますね、これもできます、いやいや、そんなんじゃなくて一番の売りなんですかと、はいはい、それ言ってたらもう最低2つに絞ってくださいって言うんですけど、うんうんうん、意外と出えへんのは何でかなとちょっと不思議に思ったりもするんですけどね、そこにもう一度こだわらはったら、うん、もっとこの売りが激しい世の中、うん、はい、皆さんが目立てるチャンスはやっぱりシンプルイズベストで限定会議がいいんじゃないかなと思います、はい、ベンチャー企業とかでも、うん、ね、最近の新興ベンチャーとかでも、うん、かなりリッチなマーケットやけどそこでもかなり突き抜けたサービスとかを提供してるところとかね、やっぱり結構
売り上げ上げて、はい、上場目指してやってるみたいなところが多いですもんね。そうですね、はい、もう絞り込んでとか、うん、とりあえず製品やあのいっぱいある特徴やったらひたすらこれとか、はい、なんかそんなんがあお客さんには分かりやすいと思うので皆さんもそれ意識して自分の商品はの売りは一部サービス商品の売りは何なんだっていうのをもっぺん考えてみたらそれを全面的に出したら響く相手がいると思います。なるほど、はい、分かりました。でぜひやっていきましょう。はい、じゃあ頑張ってまた来週もよろしくお願いします。お願いします。登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。